毛利元就機械の三子、武将紹介。第一弾、毛利広元。毛利広元は戦国大名、毛利元就の父であち国黒人領主毛利家の当主。黒人領主だった豊元の長男として生まれ、父の死により8歳で家督を継ぐ。守護大名、大内氏に従っていた毛利家だが、1499年、明応の政変で失脚した足利義稙を保護する大内氏と、将軍足利義澄擁する室町幕府との間で圧力を受ける。大内氏につけば幕府の政敵、幕府につけば隣国大内氏に攻められる。究極の選択を迫られた広元の出した答えは、逃げる。かくして広元は、8歳の長男沖元に家督を譲って、次男、毛利元就を連れて別の城に移って隠居してしまった。それから酒に溺れた広元は、飲み過ぎがたたって病没してしまうのである。皆さん、ここから学ぶべきことは、酒は百薬の長だ。違うわー。